フルストとは、オランダ南西部にある、ゼウス・フランデレン地域東部東側に位置する、自治体、都市である。星型要塞の地図フルストは12世紀に、都市圏を取得した。フルストは、1591年に、オラニエコー・マウリッツによって、スペインから脱出したが、アルベール大公によって1596年に、奪還された。1640年、 オランダ軍は都市を征服しようとしたが、スペイン軍との戦いで敗北し、フレデリック・ヘンドリックは撤退を余儀なくされた。1645年、フルスと包囲戦が発生した。スペイン帝国との80年戦争の際に、オラニエ公、フレデリック・ヘンリーが率いたものであった。さらなる包囲が1702年に行われ、メンノフォン・クーホルン将軍が、 オランダ軍のために町を守備よく防御したものの、1747年に、ピーテルデラ・ロック中将による無能な防御の末に、フランス軍に占領された。17世紀には、星型要塞が建設された。その時に建設された要塞は、オランダの要塞建築の歴史的な例である。ヒーラギを意味する、フルストという地名は、 強壁の形に由来していると考えられる。町の紋章の周りにもヒイラギが生えているように描かれている。フルス都市の地形図、2015年6月フルストは、オランダ南西部のゼーラント州の南部、北緯51度17分統計4度3分、北緯51.283度統計4.050度、51.2834.050に位置する。 オランダとベルギーの国境にあるゼーラントフランダース地方の東側に位置している。フルストは西でテルネーゼン、南でステケーネとシント・ギリスワース、東はベバレン、そして北はライマースワールの各自治体と隣接している。西スヘルデ川がライメルスワールとフルストの土地を隔てている。フルストの市長はキリスト教民主アピールのジャン・フランス・マルダーである。 ドイツのミヒェルシュタットと姉妹都市関係を結んでいる。ありがとうございます。